明智光秀山崎の戦い。天正10年6月13日天下分け目の決戦が行われた。明智光秀対羽柴秀吉、世に言う山崎の戦いである。合戦はわずかに数時間。秀吉の圧倒的な兵力を前に光秀は敗れ去った。本能寺の変で天下人織田信長を討ちながら10日余りで秀吉に敗北した光秀の天下は後世三日天下と揶揄されることとなる。しかし史際に見ると本能寺の変とその後の光秀の動きは極めて緻密な作戦に基づいていたことがうかがえる。光秀は信長を討っただけでなく信長の後継者信忠をも討ち取っている。それだけではない。本能寺の変のわずか2日後には近江を平定、朝廷や庶民を味方につけ戦略的成功を収めていた。さらに山崎の戦いにおいても光秀の周到な作戦があったことが明らかになってきた。近年発見された堀跡に隠された光秀必勝の秘策とは、そして決戦の鍵を握るのは弔い合戦の旗印となりうる信長の三男信孝の存在。大義名分をめぐる光秀の選択とは、緻密な作戦で天下を狙った光秀はなぜ山崎の戦いで敗れたのか。知られざる天下分け目の決戦、その真実に迫る。信長ほど命を狙われた武将はおらず、誰も倒せなかった信長を光秀は倒した。唯一成功した光秀はただものではない、優秀な戦略家謀略家と言っていい。山崎の戦いからあまり語られてこなかった光秀の戦略家としての側面を見ていきたいと思います。戦国史上最大の事件と言われる本能寺の変、実は光秀の緻密な作戦のもと遂行されたと考えられる。天正10年5月29日信長はわずかの共回りとともに居城安土城から上洛、本能寺に宿泊した。翌6月1日夕方5時ごろ、光秀は1万3000の兵とともに居城丹波亀山城を出陣。毛利攻めを行う中国方面軍羽柴秀吉の加勢を命じられたためである。ここに一瞬の空白とも言われる状況が生まれていた。滝川一益の関東方面軍、柴田勝家の北陸方面軍、織田信孝の四国討伐軍、秀吉の四国方面軍、そして光秀の近畿方面軍である。つまり信長の近くで大軍を擁しているのは一人光秀だけであった。6月1日午後9時ごろ、光秀は重臣を集め初めて謀反の決意を語ったという。光秀は信長襲撃にあたり緻密な作戦を立てていた。まず家臣にこう命じたと伝わる。明智軍の動きを不審に思い本能寺へ中心する者がいるかもしれない、そうした者を見つけ次第切り捨てよ。皇軍に感づかれては信長に逃げられる可能性は高い。さらに戦国時代の京の都は現在の姿とは異なり、その攻略は容易ではなかった。応仁の乱以降戦乱の巷となった京の都は城塞都市と化していたのである。そのため光秀は先陣にあらかじめ木戸門を開けさせ軍勢が通過しやすいように指示を出している。天正10年6月2日午前4時頃、信長に気づかれることなく本能寺を包囲した光秀は一斉攻撃を命じた。その様子は日本に滞在していた外国人宣教師ルイス・フロイスの報告に詳しい。明智の兵は門に達するとすぐに中に突入した。こうした裏切りを予想していなかったため抵抗するものはなかった。信長は切腹
尽くしたというものもあれば、屋敷に火を放ち死んだというものもあった。戦いはわずかな時間で終わった。だが光秀の攻撃は続く。次の標的は本能寺の近く明覚寺に宿泊していた信長の嫡男信忠である。実は織田家の家督はすでに信忠に譲られていた。つまり信忠こそが織田家代表であり、信長の正当な後継者であった。光秀はわずか1時間ほどの戦闘で信忠を討ち取ることにも成功。電光石火の早業であった。信長が滅び、その後継者もいない。こうした権力の空白を作り出した光秀とはいかなる人物であったのか。光秀の出自は定かではない。早くから後に15代将軍となる足利義昭に仕えていた。その後信長に能力を見出された光秀は様々な戦場で武功を挙げた。近江の要衝坂本城を任されるなど、信長から厚い信頼を得ている。天正3年、光秀は丹波攻めの総指揮官に抜擢される。都のある山城と境を接する丹波の国、山と盆地が複雑に入り組む地域は統治が極めて困難であった。丹波が平定されれば中国の覇者毛利攻略の足がかりとなる。事実、丹波平定の後、信長は光秀に降参辞を送っている。丹波の国における光秀の働き、天下の面目を施し候。つまり家中随一の武将という名誉を賜ったのである。緻密な作戦で成功した本能寺の変。しかし光秀にとってそれは天下を手にするための第一歩に過ぎなかった。本能寺の変の後の光秀の動きは素早い。天正10年6月2日午後1時ごろ、光秀は近江へ向かい進軍。光秀の戦略は軍事的基盤を固めることであった。西の中国方面軍秀吉に対する備えとなるのが中川清秀をはじめとする摂津武将たち。もともと光秀の部下であるため味方になる可能性は高い。問題は近江であった。北には北陸方面軍の柴田勝家、東には信長の同盟者徳川家康がいる。近江を抑えることは光秀にとって生命線である。光秀は居城坂本城に入るとすぐさま近江攻略を開始。秀吉の長浜城や丹羽長秀の沢山城を攻略し、近江を平定し終えるのが6月4日のこと。その間わずか2日であった。6月5日光秀は安土城に入城。こうした光秀の軍事行動は近江周辺の大名に影響を及ぼし、若狭の武田元明や大和の筒井順慶を味方につけるなど成功している。光秀の戦略は朝廷工作にも手抜かりがない。6月7日安土城にいる光秀のもとに朝廷からの勅使が派遣されてきた。光秀にとって朝廷を味方につけることは最重要課題であった。主君である信長を討った光秀には大義名分がない。そこで光秀は朝廷に知罰の臨時を求めたと考えられる。つまり朝敵追討という大義名分を得ることにより光秀は官軍となるのである。また光秀は上杉、北条、毛利、長宗我部など敵対する大名たちに密使を派遣、連携を求めたと考えられる。さらに光秀の戦略は庶民対策にも及んでいる。光秀は京の人々の税金を免除するなど人心集乱に努めた。光秀は天下人になるための期間を高密持っていた。
50日100日のうちには金国を平定する。完璧に見えた光秀の戦略家だが、思わぬ落とし穴が。毛利との和睦交渉を成立させた秀吉が光秀を討つべく進軍を開始していたのである。世に言う中国大返しであった本能寺の変以降、天下取りのために次々と手を打ってきた光秀だが、ここでほころびが生じ始める。光秀の配下であり姻戚関係でもあった細川藤孝が協力を拒否したのである。藤孝は信長の死を知ると謹慎を表明していた。それに対する光秀の書状が残されている。親子で髷を切られたとのこと、やむを得ないことです。一旦は腹を立てましたが、考えてみればそれも当然です。以後は力ある武将を差し出してぜひとも協力していただきたい。藤孝と同じくこの時光秀配下にあった摂津の武将たちも郷愁を明らかにしていなかった。こうした武将たちに光秀は書状を送り説得を試みる。美濃の武将に宛てた光秀の書状が残されている。信長親子の悪逆は天下の妨げ、打ち果たし候、大義名分なく信長を討った光秀の苦心がうかがえる。天正10年6月9日、安土から京に戻った光秀に驚愕の知らせが届く。秀吉軍がすでに姫路まで戻っているというのである。光秀と同じく秀吉も各地の武将に書状を送っている。摂津の武将中川清秀に宛てた秀吉の書状が残されている。京から知らせをもたらした者が確かに言っております。信長様、信忠様は窮地を脱したとのこと。つまり信長は生きていると偽情報を流し味方につけようとしたのである。秀吉を迎え撃つべく光秀はいかなる戦略を立てるべきか。京の玄関口山崎は天王山と淀川に挟まれた狭隘な場所。西から来る軍勢は陣形を崩し細長くならざるを得ない。天正10年6月9日、光秀は京の南に位置する下鳥羽に出陣。信孝を討つため大阪へ向かおうとしていたのである。しかしこの時光秀の作戦に破綻が生じた。光秀に味方したはずの筒井順慶が参陣を拒否、すでに秀吉と通じていたのである。一方秀吉は姫路を出陣、進軍を開始した。秀吉の動きを察知した光秀は秀吉軍を迎え撃つべく急ぎ山崎へと向かった。交通の要衝として栄えた山崎、大山崎とも呼ばれる町は街道沿いに栄えた自治都市であった。この地で不利な情報が光秀を待ち受けていた。光秀が当てにしていた摂津の武将たちが秀吉に加勢したというのである。光秀軍1万余り対する秀吉軍3万数千となった。この大軍に対し光秀はいかなる策を立てたのか。光秀の作戦はこうである。西は天王山と淀川に挟まれた境界地、南は3つの川が合流する湿地帯が広がる。秀吉軍より先に山崎に到着した光秀は小泉川を防衛ラインとし、大山崎の出口に陣を構えた。これにより天王山は無力化されたことになる。また光秀は淀城や昇龍寺城の防備を固め御詰めとした。対する秀吉軍は山と川に挟まれ細長くならざるを得ない。光秀は大軍の利を封じたのである。光秀は非常に優れた武将であった。一方秀吉の陣営は歓喜に包まれている。織田信孝が合流を果たしたのである。秀吉は信孝を迎え顔を合わせるなり
涙し、いつまでも大声で泣き続けた信孝を迎えることで、秀吉は弔い合戦という大義名分を確かなものとしたのである。光秀対秀吉、決戦開始は6月13日午後4時頃であった。光秀の予想通り、大山先の狭い隘路で秀吉は細長くならざるを得ない。光秀軍の猛攻で秀吉軍の先陣は後退、狭い道に前後から来た兵があふれ大混乱となる。この機に乗じ光秀軍は攻勢を強める。戦いは光秀の思い通りに展開していた。このまま押していけばいずれ勝利を得ることができよう。ところがここで大きな事態が発生した。秀吉軍の別動隊が光秀軍の側面をついたのである。この奇襲により光秀軍の左翼が崩れる。勢いに乗った秀吉軍が光秀の本陣に迫った。この時光秀は自ら前衛へ向かおうとした。しかし敵は多く味方は少ない、今かかっても利はありませんと家臣に制せられたという。激闘は数時間で終了した。再起を図るべく近江の坂本城を目指した光秀だが、その途中落ち武者狩りに襲われ命を落としたと伝わる。光秀の天下取りはここに終わったのである。